まあちょっとねこれ大騒ぎになりましたけど、ポーランドにミサイル着弾ということです。で最初ねプーチンついにねもう NATO とことを構えるんじゃないかみたいにも言われたんですけども、どうやらウクライナが迎撃しようとして発したミサイルが流れ弾として飛んでったのではないかというふうに今なってますよね。まあなのでいきなり NATO が参戦するみたいな形にはならなそうだということですけど、これね人死んでますからね。これねウクライナふざけんなって話で、じゃあポーランドとウクライナが戦争なのかって言ったらそういうことにはならないでしょう。ですからまあこれでね、これもし本当にプーチンがねロシア側から撃ったって話になると、これは NATO がおいおいって話で参戦してきたらもういきなり世界大戦ですからね、というねちょっと心配だったわけなんですが、まあ2人亡くなっているのでね軽く見ることはできませんが、今のところの見立てですとこれカオスですよね。だってロシアから ウクライナに撃ち込んでるのはロシア製のミサイルでしょ。ウクライナが迎撃するのに使うのもロシア製のミサイルなんですよ。もう完全なカオスですよ。ロシア製ミサイルをお互い撃ち合ってるわけですからね。ですから着弾しましたロシア製だって言ってもウクライナが撃ったやつかもしれませんって話になって、これはですねじゃあウクライナが悪いのかロシア悪くないのかって言ったらそんなことはないです。なんで迎撃したのかって言ったらロシアが撃ってきたからですよ。軍事施設に攻撃するのはともかく民間人殺しまくってんですよ。民間人住んでるところに飛んでくるから迎撃するわけですよね。誰が悪いって元はといえば民間人殺してるお前らだって話ですよね。ロシアが1日にもう70とか80とか撃ってくる、それを撃ち落としてるわけですよ。向こう側から飛んできたのをね、まあ迎撃するわけですけども、この迎撃するのがどういう弾みか分かんないけど違う方向に飛んでったのか、もしくは迎撃しようとしたらロシアのミサイルのなんか行く方向がずれてロシアのミサイルが行っちゃったのかもしれない、まあ、それも可能性として指摘されてますけども、だからウクライナが悪いのか、いやいやそもそも撃ってきたロシアが悪いっていう話ですからね。まあちょっとねさすがのプーチンもいきなりポーランドにね攻撃を浴びせるほどのバカではないとは思いましたけれども、まあとりあえず第3次世界大戦勃発というのはなさそうですが、でも結論的に言えばロシアが悪いということだろうと思います。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。